昼間じゃなくて夜が寒くなるんですよ。まあ、この秋はとにかく気をつけてください。はい、整体婦科院長で理学療法士の松田啓太です。どうぞ、ありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形外科、整体院、整骨院に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんなですね、痛みを悩んでいる患者さん向けに撮らせてもらっている動画になります。で、このチャンネルで本当にね、こう痛みをしっかり根本的に解決していきたいというふうな動画になっていますので、痛みを諦めそうになっている方、またこう痛み、痛みが解決できずにですね、悩んでいる方、ぜひね、このチャンネルを見て痛みを治す知識、ヒントをもらってみてください。松田さん、はい、夏が終わり秋がやってきました。そんな寂しい雰囲気で言わんといてよ夏は俺も好きだけど寂しいじゃないですか。寂しいね。夏何しました今年。急な雑談急な雑談って言うけど、何が楽しかった。一応海行った。海行ってないですね。プール行った。行ってないですね。旅行行った。行ってないですね出よう外に。はい、ということでね、助さんの何もしなかったという話を聞いて始まりますけど、何もしないまま夏が終わっちゃったんですけど、はいはい、まあ、そんな季節の変わり目、うん、秋がやってくるんですけど、その秋にちょっと気をつけてほしい体の不調だったり、そういう痛みだったりって何かあったりしますか。秋はあれがありますね。もうめちゃくちゃ起きます。年間で一番多いんじゃないかな、この季節は。10月末ぐらいからかな、急に起き出します。先生先生先生って起き出します。年間で一番多い、あれです。ぎっくり腰。正解、素晴らしい。じゃあなんで起きる。でも当てちゃっていいんですか。いいよ。寒暖差。おお兄、 YouTube できるやん、もう寒暖差が起きてなんで起きる。寒暖差ってあったかいから、はい、冷たくなって寒くなってきたってことね。はい、オッケーオッケー。何が起きる。筋肉が、はい、まああったかい時は緩んでて、うんうん、で寝てる間寒いから緊張する、うん、ガチガチに固まったのを動かそうってなった時にぎっくり腰になる。あー、悪くはないというか、まあいいか、今日はこれで終わりましょう。おお外せばよかった本当その通りで、私は腰痛専門でやってますけども、まあ、年2回ぎっくり腰が多い季節があって、一番多いのがでもこの9月末から10月11月にかけてのこの急に寒くなる。皆さんが長袖を探そうとする、冬物しまったやつを出そうとする、このタイミングが一番ぎっくり腰多いです。何かって言ったら、 あと一つ多いのはね、3月4月ぐらいなんですけど、まあ、2、3月4月ぐらいですね、寒いから暖かいになるんですけど、寒いから暖かくなる時はですね、あんまぎっくり腰起きないんですよ。でもまあ寒暖差があるんで起きやすいです。ですけど暖かいから寒いになる時が一番起きやすいんですよね。でこれが何て言ったっけ。筋肉が緊張して、うん、一気に緩むから。一気に緩むか、そういうわけじゃないけどねまあでもさっき言ったのも一つ説で、まあこれいろんな原因があるんですけど、まず夜寝てる時一番寒くなるのって昼間じゃないんですよ。夜が寒くなるの最初。昼間が寒くなってる時ってないじゃないですか。昼間じゃなくて夜が寒くなるんですよ。で夜寒くなってる時に何が起きるかというと、筋肉が硬くなっちゃうんですよね。で硬くなると朝起きた時にギクッてなることが、ぎっくり腰って私よく言ってますけど、全身の筋疲労なんですよね。全身の筋肉が疲労して疲労して疲労して、最後腰のところでガキッと固まってバキンと爆発する。まあこれがいわゆるぎっくり腰っていう状態なんで、夏の状態の時に動いて筋肉の疲労が溜まってます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 、で最後腰のところに筋肉硬くなってる状態でバキッときますね状態。だから夜寝てる時、さっき言ったじゃないですか、寝てる時に硬くなって急に朝バンとなりましたっていうのが、まあよくあるパターン。そしてもう一つは、いわゆる今までの動作をやろうとするんですね。いわゆる慣性の法則。例えばですよ、夏を切る時と冬を切る時って動作違くないですか。例えばですよ、夏って、はい、よしって感じだと思うんですけど、冬って寒いからだってゆっくり起きますよね。やっぱ夏の状態の頭、いわゆる自分の認知のままだと動いちゃうんですよね、いっぱい。でも筋肉は温まってないわけですよ。いわゆるこう温まってない状態で急に動き出すもんだから、これで負担が来てバキッっていうこともあったりする。いわゆる自分の認知の問題、自分の自覚の問題もあったりしますって話ですね。まあ、これが2つ目の原因ですね。で、あとは、まあ、3つ目は筋肉の状態。さっきもちょっと出てきましたけども、夏って結構活動性が上がってるわけですよ。いろいろアクティブに動いてるじゃないですか。いろいろアクティブに動いてるし、もういろいろバーッと動き回ってて、筋肉疲労も多いんですよ。で、筋肉疲労が多いんだけど、あったかいから筋肉が緩んでるんで、血流がいいんですよ。
ただ高血みたいなのはいっぱい溜まってるけど筋肉の疲労は溜まってる。あったかいから血流が良くてなんとかなってましたと。でも冷たくなってくると筋肉がギューッと硬くなってきますよね。硬くなってくるとこの筋疲労が取れてないままだと筋疲労がバッと硬くなった硬くなった硬くなったで全身に溜まってる状態で最後腰にぎくりしてパンとくる、まあ、こんなパターンもありますね。逆に冬の状態から暑い状態になってくるっていう時のパターン、これ寒暖差確かにあるんですよ。でぎくり腰も確かに起きるんですけど、あの寒い時から暖かい時って筋肉柔らかくなってるんであんま起きにくいんですよね。なんでこっちじゃないと思う。ただでもこのパターンでもこのパターンでも寒暖差が変わった時って基本的にはぎくり腰起きやすいんです。え、なんででも暖かくなったからぎっくり腰起きないんじゃないって冬か夏はって思うかもしれないけど起きるんです。でこれがいわゆるもう一つの原因で、何かというとこれ自律神経です。で自律神経って何かっていうと自律した神経なんで、まあ、人間の体の中で勝手に動いてるような神経だと思ってください。でこれが交感神経と副交感神経って言ってね、交感神経これ興奮するときに使ってる状態の神経、副交感神経これリラックスしたときに使ってる神経で、この副交感神経ってのは寝るときにね活性化してきて寝たりとかリラックス、交感神経っていうのは活動性を高めていく。でこれ何でやるのかって言ったら人間の体の中の活動性を守るため。例えばですよ、ご飯を食べた後眠くなったりするじゃないですか。あれ何かっていうと腸を働かせたいんですよ。腸を働かせたいって時に筋肉も動いてほしいかって言ったらちょっとやめてくれよって話になりますね。だ人間の体の中に食物入ってきました。この食物を消化しないといけないなというふうに頭が働いた瞬間に活動性をやめてくれって言って副交感神経が優位になるんですよ。で副交感神経が優位になってくることによって食物をこう消化吸収できるようにしていく、まあ、これがいわゆるご飯食べたって眠くなったりとかする理由ですね。逆にあの活動性が上がっていくって状態になった時にお腹の中でぐる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 吸収してたらやばいですよね。だから交感神経優位になっている時は逆に言うと内臓の消化だったりとか消化吸収とかこういうのっていうのは下がってきますよっていう風になってますと、まあ、これメカニズムなんですよね。どっちかが高くなるといい点も悪い点も出てくると。それはでも人間の体の中で、あ、なんか入った食物入ってきて消化せんといかんな、交感神経働けってできないですよね。だから勝手に人間の体の状態に合わせながら動いてくれてる。だから自律神経、自律してる神経なんですね。私たちはコントロールできません。このただ自律神経が外部の影響だったりいろんな影響で変わるんですよ。交感神経が優位な時っていうのは筋肉っていうのが硬くなってます。働きやすいように硬くなってる状態。副交感神経が優位になってる時っていうのは筋肉が緩んで休めるようにしてると。筋肉緩みます、緩んでる状態、筋肉硬くなってる、働きやすい状態、交感神経副交感神経こうなってますと。でこの交感神経副交感神経が入ってきたものだけじゃなくってあるものに左右されてくる。これが何かって言ったら気温なんですよ。人間の温度です。例えば寒いところにいる時ってガクガクガクってなりますよね。硬くなりますよね。なんでかって言うと交感神経優位になるからです。雪山で寝るなーって言ったりするじゃないですか。あれはだから寝ちゃったらそのまま低体温になってってなくなっちゃうよってことなんですよ。だから興奮してガクガクガクって筋肉を震わせて震えることによって熱を発生させるっていうことになってる。だから筋肉硬くなってきて内臓の働きを抑制して筋肉を最大限働けるようにっていう。じゃあどうですか、沖縄に行ったりとかハワイに行ったら暖かいところに行くとね筋肉が緩むんですよ。暖かいとか寒いっていうので基本的に筋肉の状態も変わってくる。硬いとか柔らかいがね、自律神経っていうのがやっぱりね調整効かなくなるんですよ。寒い時から暖かい時も暖かい時から寒い時もあれ今ってどんなタイミング、私ってどっち働けばいい、交感神経副交感神経ってやっぱ迷い出すんですよね。なんか厚着してなんかすげえ暖かくて緩んでたんだけどもなんか急になんか寒くなったとかねやっぱりあったりするんですよ。でずっと寒い冬とかだと寒いんで寒いっていう方向でこう体動いてるんですけど、この切り替わる瞬間っていうのは体もついてこないんですよ。だから風邪ひきやすかったりもありますよね。季節の変わり目で風邪がひきやすいとかあるように季節の変わり目で筋肉もついてこないんですよ。でこの筋肉が硬い類とかっていうのがバランスが悪くなってきてる状態でぎっくり腰が起きやすかったりもします。なので、まあ、4つ目としてはこの自律神経の状態、いわゆる気温の状態が変わることによって、まあ、自律神経が乱れてで調整できなくなって筋肉の調整もつかなくなって筋疲労が起きてきてぎっくり腰になったりっていうふうなこともありえますよって話ですね。なんでまあ、さっきも言ったみたいにもう本当寒暖差が起きることによって自律神経の症状もあったりとか筋肉の状態とか自分の体の中の、まあ、メモリー、今夏だと思って冬みたいにね
あの筋肉が温まってるのに動いてぎっくり腰とかね、あの本当に筋肉の状態とかっていろんな原因があったりしてぎっくり腰起きるんで、まあ、この秋はとにかく気をつけてください。対処法だけ伝えとこうか。で、対処法はとにかく寒くなりそうかもなっていうタイミングになってたら、カーディガン薄いやつですから持っておいてください。羽織れるもので、やっぱ寒い状態でいるとやっぱり交感神経とかが優位になってきてとか、やっぱこの自律神経乱れやすくなるんですよ、寒暖差が激しいと。なので寒いなと思うような環境にいる場合とか、寒くなるんじゃないかなっていう場合とかは、上着羽織れるものを1個持っておく、手元にもういつでも入れておくっていうのはおすすめします。あとはやっぱりですね、私は年間通してずっと夏でも冬でもそうなんですけども、基本的には白湯ですね。冷たいものも飲みすぎない、年間通して白湯が一番やっぱベストだと思います。内臓に負担も来ないし、もし上着もないなっていう場合とかで、寒いなと思った場合とかであれば、お湯を飲む、あったかいものを飲むとかで体を温めるように気をつけてみてください。やっぱ自律神経が乱れやすくなるんでね。あとは夜とかが結構冷えてとかってこともありますから、早めに冬物っていうのを揃えておったりとかっていうのもすごくおすすめです。とにかくこの寒暖差をなくすってことをとにかく意識してください。すごく結構この寒暖差によって体の自律神経が乱れるってことが起きますから、やっぱぜひね、この寒暖差がないようにその工夫をやっていろいろやってみるといいかなというふうに個人的には思います。で、このぎっくり腰が原因で腰痛がひどくなって、で、ぎっくり腰が原因で筋肉が硬いままで、腰痛が悪化してしびれがひどくなって、どこ行っても改善しない、レントゲン取っても大丈夫、さあぎっくり腰の筋肉から来てるもんだから、あの緩めてもいいの、足が痛いって言って足のところやっても全然解決しないねって、腰が原因かもしれないね。でも腰やったとしてもまた戻っちゃいます、なんで硬いからね。だからこれは運動療法やってって、バランスよくしてこう筋肉の調整をしていこうっていう風にしていくと根本的に解決できるので、一個一個ちゃんとやっていくと解決できること多いですから、ぜひね意識してやってみてください。はい、ということでね、まあ一個一個やっていくと、まあ、この季節の変わり目、すごく体調崩しやすいですけど、崩す前にしっかり体がね、私とかも季節変わり目になったからって言って体壊すことって、まあ、ないですよ、腰痛になったりとか。それはやっぱり元々の筋の体の状態だったりとか整えてるからです。その場の痛みを解決するんじゃなくて、痛みが出てから解決するんじゃなくて、痛みが出ないような体を作っていくことで、痛みが出ないように体をしっかり運動療法だったりとかでね、整えていくというのはすごく大事だと思います。で、私がやってるのね、痛みの戻りをしっかり治していこう、根本的に解決していこう、でどんな動きをしたとしても痛みが出ないようにしていこうというね、根本治療をやらせていただいています。これはね、運動療法っていうものを使わせてもらって、運動やってもらいます。だからマッサージとかじゃなくて、運動を一緒にやっていく、で一緒に解決していきましょうという治療法になりますので、まあ、ぜひね、気になった方は私整体の店舗全国でやってますので、概要欄の方に店舗の情報を貼っておくので、そちらの方からぜひね、LINE もしくは電話の方で一緒に見ましたというふうに問い合わせしてみて、ぜひ予約してみてください。あなたの状況をね、ぜひ解決できるセラピストがたくさんいますので、ぜひね、そちらの方問い合わせしてみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりますけど、今日の話よかったらぜひ、ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとね、高評価コメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。あとね、さっきもありましたけど、概要欄の方に店舗の情報を貼っておくので、ぜひ予約して来店してみてください。はい、じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。今日の動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。ちなみに、冬に気をつけるものとかもあったりするんですか？それなんかまた撮ろうよ動画で、はい、お楽しみにということで、まあ、でも自律神経っていうよりは、まあ、冬は冬で筋肉がただ単純に硬くなってるやっぱ原因が多いから、全体的に増えるって感じですかね、で最近やっぱりこの筋肉が硬いっていうのが原因で、硬いというか運動習慣ない人多いじゃないですか、はい、で同じ姿勢で漫画読んでるとかね、まあ、ずっと動画見てるって人多いから、やっぱそれによって筋肉の状態ってなんか硬いなって人多いよね。だから、まあ、しっかり運動するってことは冬でも夏でもやっぱ意識してやっていくのが、私が言ってると当たり前じゃないですか。運動しよう、食事をちゃんと取ろう、バランスよく取ろうみたいなただその人に合わせてやっていくのがすごく大事なんで、その人に合わせながら見ながら、まあ、考える人がいてくれた方が一番根本的にはいいかなと思いますね。秋チェック。